頑張ってんなーって今やんなくていいんだよ2人は頑張って やりたいのかなと思って後半お前さんの出番になっちゃう、はい、焼き食べ物が出てきたら私動かなかったバーベキューの準備で足んなかったらあれだったから俺もね少しすぐに持ってきたんだよ置いたんだバーベキュー始まるよ肉焼くよ肉肉を焼くよ火が割れた火がね下に置いてるこう滑っただおこれ気をつけてね火はい焼いていいの何から焼く牛肉野菜も乗っけてください。焼かないと食べれませんからね。アウトしたんです。貴重なお肉。みんな玉ねぎを落とさないで。こっちゃ。いい音してるね。ああ。豚甘口で。甘口とかないけど。え？はい。まだだ。まだかな。腹減り。あずい。食べちゃう。この辺焼けてるかな、うん、大丈夫かな肉は、うん、ハラミみたいなの食えますってこれどこのハラミハサミいけるかちょっと焼けなくない行きましょうよ水出しで私は水出しあ、本当に切った私が自分用に切ったんですあ、そういうことね自分用にですそうじゃないのはこのままですこれは私のです。待って、この肉はさ、あれするんでしょ？焼きそば。うん、焼きそば用。豚そばもそう。タレを用意しないといかん。簡単に焼きそば。あ、すごい。正解。正解。お肉が焼けましたよ。肉。もうちょっとね自粛しないと。もう一人いるのか。飲みたい。もう一人じゃん。お肉。でまたすぐクーラーの中入れちゃったと思う。優勝。ああいいですね。いただきます。はい。いただきまーす。うまっ。フランクも食べな。全部なくなるよ。それから焼きそばしか持ってない。最悪それでも俺大丈夫でしょ。なんで好きなの焼くの、うん。バーベキューね、俺そんな食わない。そうやりたがりなの。でも一人やりがたまに出るとありがたいわ、うん、焼き鳥焼かないとあ、はい、パンね、うん、ソーセージぼちぼち座らないっていう誰かソーセージを回収してくださいソーセージ鶏肉もぼちぼちいいっす鶏肉も大丈夫です、
あんな幸らしいよ、切れてるの。あっちゃい。ソーセージ熱いよね。うん、じゃあ。あ、フランクっぽい感じ好きだな。焦げてる玉ねぎってこと？あ、え、これはいいの？あ、いい、大丈夫。どうした？あ、熱い。あ、皮が破けた。口から出てしまう。あ、おう。ある。うわ、これ、ルルルになって。熱っ。ソーセージ美味しいね。え、マジで？うん。刻んだしね。こうやって刻まないとさ、肉汁が溢れてさ、全部を火傷するんだよ。わかる。そしたらこの後美味しくないんだよ。うん。うんうん。かっこよくね。よくでも器ごとのあれあるよね。梅干し確かに。だって東京のところで梅干しが買えるなんて。ね。毛焼けんねこれ。焼けるよ。はい、第2弾。肉できたてだよ。いらんかね。焼き鳥。うん。なんで？うん、言って。落ちる前に。落ちる前って難しいですよ。難しいね。肉ゲーも楽しいじゃん。あ、これこれこれ。肉ゲーもある。はい、ふるさと納税で届いた焼き鳥です。この日のために頼みました。どこ？え？どこ？福岡。福岡だったと九州だ。小田から何市？やる気満々になって戻ってきたの。うん、食ったのかよ。食いないよ。食ってたよ。やりたいなんでしょう。そう。焼き鳥焼きたいんだ。いや、もう面白いじゃん。あ、しいたけあるよ。バーベキュー面白い。ありがとう。福井さん、福井さん砂混じって食べてんのかと思って。違うよ。なんだっけな、ネギマとモモとハツと。つくねと、皮も入ってる。塩タレ言ってくださいね、お好みで。塩タレ。皮はなくて。タレはないけど。え、タレあるよ。タレは自分でやって。焼き鳥のタレ。塩は振るから。塩で焼いてもらった後でタレつける。そうだね。そうだね。皮ないですか？皮ない。ロイシとか。見て。ラッチーで。大丈夫よ。でも、話はどれだろう。こういうの好き。ねえ、取らないで。これじゃない。マイさんここ行ってないよ。あ、それ俺。これ。これじゃあ私。はい、野菜。ああ、危ない危ない。火がついて。それがいいんだよ。気まずい。でもね、手元焼けてねえとマジで。そうなんだね。そうしましたら、残りのソーセージ。あ、痛い。なになになに。挟まった。つくねは遠火かしらね、やっぱりね。あ、豚はつくねが一番好きですからね。焦げないように遠火でやるから。塩コショウがうめえ。これは私。あ、切ってるからね。普通何個作った？え？2個。何だろう。豚さん別に3つ。ちょっと雨さん入ってる。これなんか工事の緩みが一番かっこよくてきたんです。うん、ああ。まだこれは全長か薄いのかですか。ここが大変なことになっておる。巻き上がるか。真ん中にうん、いけたりよ。肉のドリップみたいなのかなと思って。ペーパー今だ。おっさんがなぜ食べるんだ。抜いてくれ。いや、一番ほら強く当たるから。逆に黒くなった方がいいんじゃないの。あ、焼き鳥がなんかいい具合に焼けてきてる。パイパイになってる。焼き鳥がいい具合だね。焼きそばまで遠いぞ。こういうのもあれあれだよね。気分もなんか近い。ソーセージ食べないでよかったんだ。
団体パン。なんで団体に半分こして半分食べようかな。あと1個はなくなるか。怖い。抑える。目に入ったの。私 GoPro なんて守んないからね。ビール守るからね。やばい、目に入った。肺が、肺がよ。もしかしてもうウィンナーいいですか。もうこれいいかもね。はい、ちょっと焦げ焦げになっちゃう。よろしくお願いします。いっちゃうよ。はい、焦げてるじゃないか、ウィンナー。怒られた。いい感じですね。これね、いいね。このために私は焼き鳥のタレを持参しましたからね。あ、それで入ってたのね。そうです。焼き鳥を食べた。炭火だし。じゃあまだ、あ、いいかもよ。焼き鳥いいんじゃないかな。あ、そう。私はですね、そういう感じ。はいはいはい。あ、ひき肉と、ひき肉ね、はい。で、ひき肉じゃん。モモと、モモ、はい。と、あとネギマです。ネギマ。はい。どうもありがとうございます。あ、もういいの？暑いかな。はい、次の方。はい。みんなやっぱありがとうございます。えい。モモ。モモ。はい。すごい。つくね。それっぽい。つくね。はい。これはタレをつけて。はい、次の子。焼けたよ。はい。もも。もも。ねぎま。はい。つくねじゃない方か。え、あ、こっち？あ、あく。あ、あく。あく。あ、いいの？ねえ、初恋やつ。いや、火傷したら味なんか分かんねえじゃん。食えばいいんだよ、一口自分で全部。本当に臭くない。部屋に焼く？いや、そこのつくねをもらえると。あれよ、あれよ、取ってしばらくしてから食べる。どうせ暑いから。うん。次何焼く？リブリブ。スペアリブ。リブ？リブね、あるわ。うんうん。いける？うんうん。ごめん。どうしてここに入ってる？え？この辺は何？ソーセージ。私の。ソーセージ好きじゃないの？自分用のものさ、ちゃんと自分のだよって食べようとしてる。ねえ。網も取られた。この辺ですごい焼けるわ。何やべ。ラビアです。味付けラビア。味付けです。ふるさと納税返礼品でバーベキューをする。撮影係の返礼品、秋田県大館市大館北秋田さん、豚骨付きスペアリブです。わー、3キロです。スペアリブを下茹でする。臭み消しでローズマリーを入れます。1時間茹でます。
ました。おー、あ、すごい柔らかい。スペアリブの下茹で完了です。漬けダレを作る。すりおろし玉ねぎ1/2、すりおろしにんにく2個分、醤油 60cc、 ウスターソース 60cc、 砂糖 60g、 ケチャップ 120cc、 スペアリブを入れる。食べたい分つけます。焼き付きとあるか、タレが、お腹がいっぱいだ。え、これ何？これからじゃないか。メインディッシュはこれくらいしかない。焼きそばですか？まだ焼きそば食べるよね、あの。焼きそばデザート。タレかな？問題はタレなの？焼き鳥のタレか。すごい。あそこに全部運んでくれたらいいのにな。そこに。タレ味。ほらおじさん、どうしてね、ババのジムだよ。辛いなと思った人はね、逃げれるの。逃げ場を作ったからね。腕がね、こっちなくて、こっち座んなよ。こっち、あ、こっち、なんか行けたー。おー、おじさん楽しみにしてたスペアリブだよ。あっち、ほら、あったかいうちに食べないよ。食べる。全部さっきが冷めたもんばっか食べてるからね。そんなことない。煮干しだだから、ちょっと。煮干しだだ。アンナさんみたいな。よく出てる。大きいの食べないよ。猿じゃないと言えない。これをさ、大きいの。開く。開く。開く。熱くて、出来たてだから。ゆくらさんがスペアリブをかけるといけない。あれ、これやらなかったもん。アパートルは回るの、これも回るの。はい。あっちゃん、大満足で。今焼き場いないから。まあ、なかなか。うん、スペアリブ、うん、お腹いっぱい。結構、うん、私腹いっぺいだ。うん、追加で持ってくるっていうのはチャレンジだったね。うん。
お腹いっぱいだね。ダメだ。そんなに食えねえか。まだあるよ。これ捨てに行く。パンツ。何を見た。ってことはあれ街中でパンツ出してるってことですね。うん、そうだよね。うん、普通に見えてるってこと。普通に、うん。普段は違うんじゃない。いや普段からあんなですけど。うん、ってことじゃない。通常営業。どうしよう、もうお腹いっぱいになっちゃったよ。ちょっと遊んできて、ちょっとお腹でも吸うか。お腹いっぱいになっちゃったよ。いやー、暑い。イエーイ。超絶無理になりました。マイさん、汗すごいね。暑いですよね。さっきより焼き場に。食べたい。ゆでたら別場だよ。ゆでただけだったら。はぁ、食べた。またこの数時間後に腹が減るんだろう。君は30分間私を撮ってて楽しかったかい？できたのか？日陰だいぶ違う。うん。しいたけ。そうまだ。そんなに嬉しい。うん。これそのままでも平気だってやつだ。塩かけ。しいたけ。なんかつけたんでしょ。塩とか塩。ほら。シイタケあるの？シイタケあるよ。味ついてるの。食べたい。シイタケ。シイタケ。それは食べてるの？じゃあどうしよう。何色にしよう。クマ。いや、クマはやっぱ茶色がいい気がするんだけど。黒じゃない？黒。黒。あ、そうか。ヒグマみたいな。でも花瓶ですよ。お花を目立たせたい気もするじゃん。白泡だらけ。透明じゃないからわかんない泡具合が。はい、ビール巻いたんだ。半分中乾杯。え、乾杯。え、みくるさん乾杯。よし、クリーンならすごくいいのになる。はい、あ、動画だった。写真撮りたかったのに動画だった。さっきからこれやってる。よくあるある。はい、チーズ。動画だった。そんなことある？結構あるんですよ。結構ある。はい、チーズ。ちょっと、何度目の正直なの。怖い。家政婦の見た。現れなくなっちゃった家政婦の見た。家政婦。